はい、皆さんこんにちは。最近歯が痛いので歯磨き頑張ろうとしている達也です。もう手遅れだと思うので歯医者行きたいなと思います。で、本日はゆうすけが仲間になったので引き続きまだらめパレス攻略したいなと思うんですけど、右上ですね、告訴まであと12日ということで、個展終了までからちょっと変わりましたね。じゃあ今日は勉強して寝よっかな。うん、どうする？あ、どうしようかな。コーヒー作ろうかな。うん、コーヒー入れてみよう。はい、本日もガッツポーズいただきました。ルブランのコーヒー。うん、まあ魅力も上がるしね。何より SP 回復アイテム大事なんで。うん、どう？うまいっしょ。うまいって言えよ。この口当たり、コロンビア産エメラルドマウンテンだな。説明しよう。いらないんだよこれ。300度急斜面がコーヒーの栽培地となり、高い生産力の礎となっているコロンビアね。エメラルドマウンテンは宝石のエメラルドから付けられた。酸味、苦味、甘みのバランスが良く、鮮明なコクとまろやかな口当たりが魅力。はい、頑張ります。毎回なんかこううんちく垂れてくるな。まあお前も客みたいなもんだ。それも飛び切り手のかかるな。筋は悪くねえから精進しろよ。まあ一応褒めてくれてるね。さてと、うん、まあ点数稼ぎはこれぐらいにしとくか。あ、ちょっと心の回答を信じるパーセンテージ上がってる。 1% ぐらい。あ、新島さんじゃないか。最近はおとなしくしてるみたいだけど、どういう心境の変化かしら。最近を知ってるってことはやっぱりつきまとってんだな。ちょっと意味が分かんないっすね。私の勘違いみたいね。うん、気にしないで。え、どういうこと？本当はこそこそ動き回ってるんでしょってこと？そんなことより、はい、早く犯人に名乗り出てほしいものね。何の話でしょうか。警察の真似事なんてバカバカしい。付き合わされる身になってほしいわ。まあ新島さんもね、スーツのサイズが合ってない校長に何か言われて大変なんだろうな。てか警察の真似事なんてバカバカしいって、お姉さん警察だけどなんかあんまり仲良くなかったりとかすんのかな。さてと、あ、そうだ、ゆうすけもね、アジト呼ばないと。個展が終わるまでが勝負だ。気合入れてくよ。じゃあ相変わらず SNS に予定あんのか。今日はどうする。まあでもリュウジのコープは最優先にあげたいよね。これもコメント欄で教えていただいたんですけど、やっぱり仲間のコープはマックスにするとなんかいろんなイベントみたいなやつが起きるらしくて、まあね、あの実況しがいがありそうなので積極的に上げに行きたいなと思います。うん、すぐに会いに行こう。暇そうだな。息抜きしようぜ。そうか、まだ余裕っしょ。うーん、あ、まだ深まりそうにないんだ。あん、じゃあ先進めとくか。すいません。うん、集合する。ガタンゴトン。お前には基本的なことまだ説明してないよな。うん、てかその高校、それ制服？どこの高校なんだろうな。近いのかな。ああ、異世界とかナビとかね。うん、確かに必要だわ。ぜひ頼む。大事なことだし、この際全員でおさらいするぞ。俺はいいよ。まず、我が輩らが回答する場所はパレスって異世界だ。はい、パレス。パレスは誰かの認知が形になった世界。その人間が感じてる現実の具現化だ。はあ。俺たちにもパレスはあるのか。おお、いい質問ですね。いや、万人にあるわけじゃない。主に強い欲望、歪んだ主観の持ち主が持ってる。じゃあ俺にもパレスはないな。多分。まあ、ほとんどは悪党だろうぜ。うん。カモシダとかマダラメとか、そういうエグいやつらな。
逆にペルソナ使いにはパレスはない。え？生じるわけがないのさ。そうなんだ。ペルソナ能力は自分の心の本音、要はシャドウと向き合って制御する力だ。うん。制御できてんだから歪まない。へえ。個人差はただの個性ってもんだ。そうなんだ。そうだったんだ。うん。早く教えろよ。もう俺は当然知ってたし。知らなさそうな両サイドだな。で、そこへ入るために使うのがスマホの異世界ナビって寸法よ。思ったより簡単で、名前とあと場所を言うだけでその人のパレスに入れちゃうの。すごいよね、普通に考えて。うん、どんな技術だよ。要するに、まだらめで言うならあばら屋が美術館みたいな。うん。初めて行くときはどうするんだ。まだパレスを見たことがないなら。当てずっぽうです。そうなんだよ、そこ若干クイズよ、うん、今後ちょい厄介かも。まあ大体のことは承知した。わからないことがあれば素直に経験者を頼るとしよう。うん、任しとけ新人。そういうのはモナに聞いた方がいいと思う。そうだね、モナが忙しいときはリュウジ以外に聞いてください。うん。にしてもまだらめ、まさか告訴なんて言い出すとはな。ねえ、あんな風に怒りをあらわにしたマダラメは初めてだ。おそらく本気で訴えるつもりだろう。どうしよう、やられたら勝ち目ないよね。うん。だが6月5日の個展最終日までは向こうも身動きが取れないはずだ。まあ個展ね、開催中に告訴なんてね、なんかまあいろんな噂も立つだろうしね。単純に忙しいはずだし、うん、期間中に裁判のことして、そう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 、自分の肩書きにケチをつける具は犯すまい。ならそれまでにマダラメの心を盗めばいい。そういうことやね。告訴なんて絶対させっかよ。こっちがてめえの本性を暴いてやるっての。はい、ということで、いやちゃんとこれまでのおさらいをしてくれてありがたいですね。じゃあパレスに潜入と行きましょう。あ、なんかいいな。これもコメント欄で教えていただいたんですけど、ここからはちょっとパーティーメンバーをねどうするかっていうのが大事だから。新入りのコードネーム決めてなかったな。まあしばらくはユウスケをね入れて、まあこの化け猫をね外そうかなと思います。新入りのコードネーム、ここはキツネでしょ。なんか、うん、フォックスじゃないの。ちげえね、インパクトあるしね。キツネでいいの。俺のことか。うん。こっちでの名前何がいい。黒あんみつじゃない。かな。あ、え、かっこいい、なにそれ。レオナルド。え、なんでだよ、いいじゃん。キツネの面に妙な尻尾だろ。ダヴィンチめっちゃかっこいいじゃん。よし、偏差値40かよ。面白いけど、まあよかろう。いいんだ。え、OK、しよがった。え、本当に油揚げ決まりだな。油揚げ。いや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 、ジョーカーにモナにスカルにパンサーに油揚げって統一感なさすぎるだろ。やめろジョーカー、なんか別のない。クラウン、あ、ほらフォックス、フォックス、これこれ。おー、うん、横文字にしとく感じね。うるせえ。いいんじゃね。どうだフォックス。いや、いいじゃんフォックス、かっこいい。別に構わん。やった、決まりだ、行くぜ。まあ油揚げがいいんだからな、そりゃフォックスはいいに決まってるよな。ね、ダヴィンチ良かったけどな。それから今回からスタメンは、そうだそうだ、決めてもらうことにしようね。そう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 、スタメン最初のメンバーってこと。いいじゃん、5人で戦えよ。フォックスが加わって戦力としちゃ申し分ないが、大人数は目立って動きにくい。ほう、今までのことも考えると最初のメンバーは4人、うん、あとはバックアップに回った方が無難だ。あー、よくモナがやられた時に俺はバックアップに回るぜって言ってる時に、本来だったら控えメンバーが飛び出してくるのか。あ、そういうこと。だからってリーダーはスタメンから外せないだろ。うん、だからジョーカーに残り3人を選んでもらうのさ。なるほどね。バックアップはどうすればいい。ここで待っているのか。いやいや、つかず離れずで一緒に行動しておいた方がいいだろ。じゃあオンニーズで行動してると変わんねえじゃねえか。スタメンは言ってみれば前衛だ。いつでも交代できた方がいいからな、うん、じゃあチーム編成は頼んだぞ。
ちゃおうか。おう、任せとけ。パーティー編成が可能になりました。パレスの入り口で連れて行きたい仲間に話しかけるか、三角ボタンのメニューのステータスから。へえ。話しかける、あ、話しかけるのめんどくさいな。横一列に並んでる。あのさ、うん、それはもちろん。ありがとう。とりあえず一回話しかけてみるか。うん、それはもちろん。じゃあな、もな。ちょっといいか。うん、世話をかける。よしっていう感じかな。お前は控えだ、もな。おとなしく待ってろ。なんだ。な、待ってて。うん、うん、あ、ちょっとだけベルベットルームにも行きたい。公正の事件を執行したったいです。これもね、教えていただいたんですけど、まあ、丸木先生のコープはやっぱり上げた方がいいよということで、まあ、丸木先生のコープが上がりやすいたまに、たまにじゃない。上がりやすいように、このね、くしみ玉連れて歩いた方がいいんじゃないのということだったので、うん、ちょっと見た目はね、とても嫌なんですけど、仕方なく仲間にしたいなと思います。ダメージ経験いいじゃん。うん。いくらかは力を授かる。これはこれ、どうだどうだ。スキップ。ムカつく顔してんな。オイラはくしびたわ。あんたの体健やかにしてやるよ。さあ共に見ようぜこの不思議な世界を。言ってることちょっとかっこいいんだよな。レベルアップ。なんかめちゃくちゃなんか覚えた。疾風耐性。まあ使うことはないと思うんですけどね。とりあえず入れておくだけですね。あとは大丈夫かな。なるほど、これは強いペルソナです。やめるのですか。ジュスティーヌ、お前の登録を行うのですね。登録を行うのですね。登録するのですか。よし、終わりか。なんだ、外に出ましょう。時間です、囚人。じゃあ潜入するか。前回はここまで来たんだよね。着いたね。うん、ここ探索再開。いや、いつこれ見てもなんかかっこいいな、この開ける開くタイミング。うん、音も。よっしゃ、セキュリティは解除されたままだな。はあ、苦労したんだから。何の話だ。気にすんなって、いいから先進むぞ。よし、サードアイでどっか行けたりするかな。何もないか、進むだけか。ん、こっから行けたりとかはあ、しないのね。よし。シャドウもいるけど、あ、ちょっとしかも強いやつじゃん。よし。誰が悪くないだ。ミサイルが強いぞ。お、あの冊子はもしかしてパンフレットか。いただいておこうぜ、ジョーカー。ああ、なるほど、見取り図ってことだね。うん、前のとは別のパンフレットだよな。ゲって書いてある、間違いない。やった、オッケー。見取り図の続き、お宝の場所を見当つかない。おそらく最深部だったとすると、一番怪しいのはこのメインホールだな。どうやらそこへ行くにはラウンジとギャラリーを抜けるしかないな。奥に行くほど警備も厳重なはずだ。慎重に行こうぜ。なるほどね。あ、宝箱がなんか露骨に置いてあるけど罠っぽいな。こっちから行きたいな、なんか。あ、でもこれ行けないのかな。うーん、じゃあ裏から回っていく感じか。シャドウ確認した。いや、こんなのバレるだろ。なんで気づかねえんだあいつ。
うっかり触っちゃいそう。気をつけて歩こう。ああ本当だ、めちゃくちゃ赤外線あんじゃん。しっかり触らないようにと。ああもうほらやっぱりこれ罠じゃん。どう考えてもちょっとパンサーちょっと先行かないで、怖いから。これだって通れないでしょ、この罠通れないね。まずはこっち側から進むか。ジョーカー、宝箱があるよみんな宝箱好きだな。混合の札、お手ごわいのがいいんぞ。おう、この前も見たタイプだ。佇まいがただものではないな。うん、後ろは制御室みたいだ。なるほどね。おそらく近づけないように見張ってるんだ。その制御室操作すれば、あのね、セキュリティ解除できるんじゃないの。だがルート確保するためには、セキュリティの解除は必要なステップだ。どうする、強行突破か。ここは押し通るしかないと思うぜ。やっぱそうか。おい、やるよ、来い。なんだお前たちは、どうやって入ってきたセキュリティをお前らが元に戻さないから簡単に突破できたわ。簡単なことだ。ここは違うぞ。お、返してくるね。あ、見た目強そう、天狗っぽい。うわ、しかも3体もいんじゃん。じゃあやってやるか。ちょっと作戦の指示やるか。うん、直接指示に変えて、まずは全体攻撃でビテスク蹴っ、おお、オッケー、ウィークいいじゃん。じゃあ行動を託して、あ、ウィーク、あー、これあれだ、ブフだよね。そうだよね。でもあえて小口で、あ、でもやらっても意味ないかビクー、収穫率で忘却状態にする。どう、うわ、当たんねえんだ。え、召喚、あ、でも召喚ありがてえな。一旦無駄にするしな。王者の杯強くない？中回復して攻撃力も上げるんだよね。マハラギとかやっとく。あ、結構食らった。よし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 、行動を託して、ちょっとリュウジにもかっこいいところを作らさせてやるか。いけちよ。ブフ、ヘッドバットあ、また召喚する。あ、なんだこいつ、仲間がいないと召喚する、なんか寂しがり屋な感じなのかな。おかげで助かってるけど。よっしゃ倒した。あとはじゃあラッシュでいっか。よし、あ、なんかそんな強くなかったな。お、めっちゃ経験値。メディア、何アイテム、メディアって。お、みんなめっちゃレベル上がる。マハガル、あー、マハ系ね。全体技ですね。え、このメディアって何？やっぱ手強かったな。うん、パレスの中時々いるよな、ああいうの。中ボス的なね。他の敵とは格が違うみたいだよね。そういえば、あ、そう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 、カードのようなものを落とさなかったか。メディアだって。スキルカードはペルソナにスキルを、そんなあるんだ、やば、めっちゃ楽しいじゃん。達也が持つペルソナにしか使えま、あ、俺のしか使えないんだ。カードだ。我が輩も見たことがないな。ただの戦利品だろ。今は探索進めようぜ。まあそれもそうなんだけど、一応見てみたいよね。あ、なるほどなるほど。これか。回復系スキルね。回復系スキルメディアは欲しいな。ジャックフロスト。ちょっとスキル、あ、でもそっか、メディアそもそもそっか覚えてんのか。そうだそうだ、じゃあいいや。よし、どうやらここがセキュリティの制御室だな。
よし、さっさと切っちまおうぜ。じゃあパスワードこれは今回も知ってそうなやつを探すしかねえか。あ、なんだよここまで来といて。お、鍵付き、うん、8本。よかった、めっちゃ作っといて。鍵付きは期待できるな。おおおお、あ、これはユウスケの武器かな。なかなかの獲物を手に入れたな。早速試してみた。いいよ、よし、オッケー。じゃあ結局誰かに聞くしかないのか。まあ、あの辺のやつとか知ってるでしょ。ん、例の侵入者は中庭のセキュリティも突破してるらしいぞ。ここのパスワードも変更しておくように、さっき連絡があったよ。何にしたんだ、安直な語呂合わせじゃないだろうな。まさかまさか、またつぶやくのかここで。バカかこいつら。筆談とかしろよ。いや、急で思いつかなくてな。とりあえず、マダラメサバの足元の数字。何それ、マダラメサバの足元、何を言っている。まあ警備に戻れ、奴らが近くにいないとも限らん。厳重だね。マダラメの足元、足のサイズとか、お前知ってるか。聞いたことないでしょ普通。そもそも本当に足のサイズなのか。何のことだかな。え、教えてくんないの。 What? 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 あれ、もしかしてだけど、君の足元になんかある。あ、その才能は世界に2つとなく、その技術は唯一無二のもの。天上天下ゆく独尊、世界に誇る芸術家。偉そうによ。待て、さっき警備が話してたマダラベの足元とはこの説明のことなんじゃないか。足元、そっか。でも数字って言ってたよね。数が書かれているのは2つとなく唯一無二一流祭か。ということは、どういうことだ。数だけ順番に並べてみろよ。2121になるだろ、きっとこれがパスワードだ。え、あ、ちょっとよく分かんなかったけど、もう一回話してみる。どういうことだ。どうもパレスの主ってのは自分の像を立てたがるらしいぜ。まあ鴨志田よりはマシだよね。そういうものです。2121ね。うん、ちょっとよく分かんなかったけど、とりあえずパスワードゲットだぜ。じゃあ、よし、うん、2121。お、オッケー、宝箱も取れる。いっぱい開いたね。あ、でもこれ自体は解除されないんだ。なるほどね。じゃあまずはそうだね、宝箱からゲットしますか。こっち鍵付きでしょ。うん、ゆうすけめちゃくちゃ見てくるな。じゃあこれでセキュリティ突破できるのかな。行けるところが広がったと思いますので行きましょうか。で、まず行きたいところ1つ目、ここよ。ここ光ってるでしょ。すごい、ね、なんて大きさの絵。ああ、それに異様な脂質感、触れたら吸い込まれそうだ。あ、これ石とかあったりしない。無事か、優しい。今俺の手が本当に絵の中に。この絵中に入れるのか。道は他になさそうだ。お、我が心の静筆な竹林に土足で踏み込む賊どもめ、生かして返さぬは。慌てるな、近くにいるわけじゃない。なるほど。え、なにこれ、なにこれ。あ、すっご、別の絵に来ちゃう。来た。絵と絵がつながってる。歩いて確かめるしかないな。ちょっと戻りたいな。ちょっとなんか、ここ思ったよりもなんか先に進んじゃいそうだから。それよりもね、この上になんか行けそうなんですよね。行けない。ここ行けるのかなと思ったら行けない。じゃあ入るか。え、ジャンプ。ん？ジャンプ。あ、こっから出れたりする？あ、それは出れないんだ。
あ、ほら、絵の絵画から出れたんじゃん。あ、なるほど。芸術そのものを土足で荒らしてきた貴様がそれを言うか。確かに。気持ちは後で取っておけ。今は進むぞ。あ、こうやって進めるんだね。あ、なんだ、ここに。ここから進めるのね。おい、白じりじの見るだよ。お前は何を言っているあんちゃんにいつも言われてるからな。よし。あ、これで向こう側に来れたわけか。なるほど、なるほど。で、あけど。セーフルームが近くにありそうだ。ジョーカー、探してみないか。よし、じゃあここでセーフルームと。セーフルームだ。うん。助かった。助かった、本当に。次入った時もここを無印できるよね。で、今度この先ね。うん。なんか前も 見たようなでけえが何枚も。今回のはなんだか妙だな。見ろ、絵が入ってない額縁が2つもある。確かに。とりあえずもうちょい近くまで行ってみよう。順路は左ね。じゃあこっち行きたくなるな。おっと、あ、開かないんだ。なるほどね。うん、これまたあれだろ、中が隠し通路になってるやつ。よく見たら今回はそれぞれ違う絵だね。どうしたものか。加えて絵が入ってない額縁もある。確かに妙だが行くしかない。慎重にな、ジョーカー。罠っぽいけどな。あ、こっから降りることもできるんだ。なるほど。じゃあ一旦先進んでみる。入って、あー、この世は美を下さぬ俗人ばかりの砂漠。そこに我一つだけ感性を凍れさせずあり続けるなど元より不可能なのだ感性が枯れちまってんのは世の中のせいってか。け、てめえが単に実力ねえだけだろうが。おっしゃる通りです。おお、神は何もせぬのに崇拝を集める。人は呼ばれもせず鳥居のもとに集い金を投じて満足して帰る。まさしく芸術と同じ。所詮全ては思い込みよ。芸術家が言ったら終わりだよな。はあ、たとえそうでもあんたが人を騙していい理由にはなんないし。なんか一つ一つ聞かされんのかな。あれ、お、元に戻ってる。見た目通りに繋がってるわけじゃねえのか。What? 歩いて確かめるしかない。あ、なるほど、鳥居をくぐれってことか。何これ、若気に緑の葉が茂るのは努力のせいではない。だから多くの若者は若さの価値を理解しない。なんと愚かなことよ。無駄に費やされる前に熟練の私がそれを生かして何が悪いだろうか開き直ってんな。なんだそれ、要は若い才能に嫉妬してますってことか。我が輩なんて猫にされても戦ってんのに年齢で嫉妬とかちゃっちゃらおかしいぜ。確かに一理ある。これは上になんかあるけど、これどうすんだ。あ、よじ登るっていうアクションがある。なるほどね。あー、なんだよ、罠かよよじ登ったらダメなパターンか。で、これはよじ登らずにここに出ると。で、ボタンがあるな。あー、なるほど、絵が増えたぜ。絵の中にある隠し通路とさらに隠された通路か。念の入ったことだな。絵と絵のつながり方も変化した可能性がある。探ってみる。超か、え、つながり方変化したの。じゃあ多分今度よじ登るでしょ、どう考えても。よし、当たった。あ、違うくそ結局よじ登っちゃダメなのかよ。じゃあ今度鳥居くぐらずこっち行ってみよう。お、やった、当たった。船が水の下の者どもに気を配っていて大海原を行けるだろうか。芸術も人生も所詮水物。水をこざいて浮き上がった者だけが勝つのだ。綺麗な言葉でぼやかしてやがるが他人なんて踏み台だって意味じゃねえか。子供踏み台にして何が芸術だ、クソがみんな理解力あるな。よく渡辺が言ってることが理解できるな。あ、なんか戻っちゃった。お、出てきた。
ここにもう一つボタンがあるね。よし、これが最後の絵だな。うん、これで全ての額縁に絵が現れたな。きっとまたルートも変わってやがるな。入って確かめようぜ。あ、そこから戻れないんだ。ほっ、あ、なるほどね。ここよじ登って正解だったルートがないんだよな。だから多分よじ登るでしょ。よっしゃー。美などただの思い込み、それを金にできてこそ形あるし幸福となる。満足な豪邸で選ばれし者だけに許された暮らしを得て、初めて我が芸術は完成する。アトリエが粗末で嫌なのはやはり完全に演出だったわけだな。我ながら長々と騙されてものだ。フォックス、もうフォックスって言い慣れてんだ。さっき決めたばっかのに。これはもう先に進めるのかな。あ、なるほどね。よっしゃ、ゴール。腐っているな。これだけ絵画を巡ったのに、ただの一度も芸術への愛を耳にしなかった。確かに、ずっと言い訳してた。ここにあるのは絵じゃない。額縁に入っているだけのただの薄っぺらな自己顕示欲だ。改心でどんな顔に変わるのか、今から楽しみだな。それは本当に楽しみ。よいしょ。で、ここか。あ、また研ぎ澄ませ。なんか言うてんな。終了終了。この先かな。何か。どう降りるのか。お？ん？なあ。例の扉がある。ああ、石か。あ、本当だ。まだらめ。どうやら。中に入るにはこのシャッターをどうにかしないとね。石が分かってんのに上がれないんだ。先なんかスイッチとかないかな。ん？あ、ここも登れんじゃん。よいしょ。ラッキー。オッケー。で、ここになんかスイッチあるじゃん。よし、これで開くんじゃないの。やったー。石大事だからね。アクセサリーにしたら結構強めのアクセサリーになるからな。結構なんだっけ、鴨志田か。鴨志田の名前忘れてきたな、あいつ。鴨志田のアクセサリーも強いですからね。よし、2つ目。うん、オッケー。なんだこれは。あ、そっか、初見か。見にくい。だがなぜか目を奪われる。うん、オッケー。ちょっと説明しといて。お？どうした？石のちょっと芸術性に惹かれたのかな。お？はてなはてなはてな。何ここ？ここ最深部？なんだよここ。金色すぎでしょ。目が痛い。特別歪みがひどいな。建物の形を成していない。しかも拾った地図にここのことは載ってないぜ。己の眼力のみで真実を見抜かなければならないわけか。What？ 眼力のみって、まあ俺はサードアイがあるから、サードアイを使いまくるけど。